大和不動産の村田です。アシスタント中山です。今日はですね、企業査定とホーム査定の違いって何ですかってちょっと教えてほしくて、これよくお客様から聞かれることなんですけども、企業査定はほとんど現地にも行かずにデータベース、大体どの不動産会社も同じデータベースを使っているので、あとは Google で場所とかを確認してストリートビューで見て、あとマンションであれば図面間取り図とかだけを見て、それで判断する金額を査定するのが企業査定。要はお部屋を見ないで査定すると、あとは売り主さんの売却理由とかそういうのも考えないで査定するのが企業査定です。訪問査定は逆で、まさに訪問をしてお部屋のコンディションとか実際にお部屋から見える眺望とか設備の故障の不具合、あとは売り主さんの状況ですよね、いつまで売らなくちゃいけないとか、お住み替えをしているとか、そういったものを全部加味して査定するのが訪問査定ということなので、当然より確実なのは訪問査定という形になります。マンションを購買しようと思っている方ってとりあえず企業査定してもらえるんですか、それとももう最初から訪問査定してもらった方がいいですか？個人的には最初から訪問査定の方がいいと思います。なんでかって言いますと、よく考えてもらいたいのが、同じデータベースをほとんど使ってるって言いましたけど、そしたら出てくる金額もほぼ同じになるはずじゃないですか。でもお金になったことない方は分かるように、すごく金額差があったりすると。これなんでかっていうと、不動産会社の意図があるんですよ。本当はこの金額じゃ売れないと思ってるのに、ものすごく高い金額を出して、この不動産会社は高いからとりあえず訪問査定に呼ぼうとか、そういった形で引っ掛けたりするんです。だから基準査定は僕はあまり当てにならないと思ってるんです。であれば最初からもう訪問査定で営業マンを呼んで、実際に売れる金額どうだとか、エージェントの人となりとか、売り主さんからするとお部屋とかもいろいろ見てもらって、ここで大事なのは売り主さんは嘘はつかない方がいい。ご売却理由とかもしっかりお伝えする。その上で向こうの出方を見て信頼できそうな不動産エージェントだったなと思ったら、そこに任せればいいっていうところなんですね。今の話を聞いていて、確かに訪問してもらった方が実際のね、ものを見れるので正しい数字出てくるのかなとは思ったんですけど、みんな売却を預かりたいわけじゃないですか。そうだったら訪問した上で、まあ1500言っとくかとか、そういうことにはならないですか？訪問査定のメリットは情報をオープンにしてエージェントの出方も分かるんでいいんですけど、逆のデメリットを言うと、足元を見られたりとかする可能性はあるわけですね。言ったことに対して、あの人売り急いでるからちょっと安い金額で提案しようかとか、競合がすごく多いからもっと金額上げてとにかく預かろうとかっていうことになったりするんですけど、最終的な話をすると、そういうのも含めて人となりも見て、それでその人信頼できそうかどうかっていう、そこでいいと思いますよ。もちろんベースとしてこの金額以上売りたいという思いはあったとして、その上で条件を超えたエージェント同士の中で決めるのは、この人になったら何でも話せるできるというエージェントを選ぶっていうのが訪問査定の最大のところ。その人がパフォーマンス的なことを言ったとしても、それも含めてこの人だったらいいかと思うんだったら、それはそれでいいと。あともう一つは、隠さない方がいい、嘘をつかない方がいい、これは絶対そうです。だけどなかなか言いたくないことってたくさんあると思うんですよ。この時はもうその訪問査定依頼するにあたって、例えば我々であればこういうふうに YouTube 動画とかで人となりが大体わかりますし、 YouTube 撮ってない方であればホームページに顔とかね、僕だったらエージェントのお名前載ってたら名前検索してね、 Facebook とかね、何やつかとか、そんな人となりもこうちょっとお調べした上で、この人だったら本音話せそうかなっていう、そういった形で訪問査定も対象を選ぶ、エージェントを選ぶっていうのがいいと思いますけどね。訪問査定でするべきことって、結局はいくらって言われたことじゃなくて、ね、来た人たちのどんなことを言うのか、どんな雰囲気の人なのかっていうのを選定するみたいなことが大事なんですかね。そうですね、高い別の資産なんで、いくら人柄が良かったとしても、この人売れますよみたいなね、どういうプランニングでっていうところを納得できるような話は欲しいですけど、もうそこから先もう最終ジャッジっていうところは、エージェントと一緒に大切な人をお任せすることができるかどうか、一緒に歩めるかどうかっていうところが、ね、大事だと思います。自分にとっていい人を選びましょうってことだと思うんですけど、そこがうまくいかないと売却活動にどう影響あるんですか？でも金額のところ、なかなか心がこう通い合ってないとき、本音をエージェントに言えなくなる局面って絶対あるんですよね。よくあるケースが、もちろん少しも高く売りたい、エージェントも少し高く売りたいっていう風に歩んでたんですけど、なかなか売れない、そうなった場合にもうちょっと下げてもいいなと、気持ちの中でもそれよりも早く売りたいなと思ってるけども、でもそれを言っちゃうと叩き売られちゃうからっていうことで、なかなか言えないっていう、こういった気持ちのズレがあると、そのままずっといっちゃうんですよ。信頼できていない人にお任せしている状態があると思ったんですね。最初はそうだったけど、でもいろいろ歩み寄っていく中で、あれちょっと違うかもこの人っていう風になることは結構多いんですよね。この時に不動産会社の変更、エージェントの変更っていうことは法律で決まってるわけじゃないので、そこで勇気を持って変えられる、も
しくはその前として、なんかさ、本当はこうやりたいんですというものを言う、そこも言いづらいということであれば変えるっていう、このプロセスは取った方がいいと思いますね。売却が思ったより済まなかったら、そういったことももう一回改めて考えて、もう一度訪問査定誰かにしてもらうってことも一つなんですね。そうですね、何百件やってる中で当初の予定とそんなに来ることはないですけど、 100% 残忍からずれないかというとずれることあるんですよ。それはマーケットの変化もあるし、周辺の競合環境の変化もあるんですね。売却全体で当初大事なのは軌道修正です。ずれた時の軌道修正をどういう風にやるか、売り主さんと本音でどこの落とし所をつけるかというところの話ができるかどうか、この軌道修正がずれちゃうとずる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 ずっといってしまうので、そこだけいいんですね。訪問査定をしてもらって、はい、コミュニケーションが自分ができる人を選ぶということは、まあ、分かったんですけど、はい、大体どれくらいの人に訪問査定してもらったらいいですか？全部理解するのはなかなか難しいかもしれないですけども、皆さんの今までの何社ぐらい当たってますかっていう平均を聞いたりしますと、最初からこの人がいいって方もいらっしゃれば、3社ぐらいとか4社とかそのぐらいのケースが多いですよね。何年か前に25社って方いらっしゃいます。お客さんもね、名前分からなくなっちゃって、僕はずっと宮田さんって言われてるんですよ。僕はいいってもいいんですけど、3社4社、特に何も本当当てがない、いい人が見つからないっていうことであれば、まず一つは大手さん入れてもいいと思いますよ。次が地元の不動産会社さん。あともう一社は、中野不動産みたいに両手をしない、お化けであれば、お化けだけでやるというような特徴的な不動産会社。その大体3つの組み合わせとか、いう形で、基準的に来てもらって、見てもらったらいいのかな。まとめると3、4社ぐらいですかね。まず訪問査定をしていただいて、はい、マンションなんですよね、はい、そしてそこで信頼できる人ぜひ見つけてくださいということですね。村田さん、教えていただきありがとうございました、はい、最後ですね、村田さんの方からこれからマンションで売却をしたい方に向けてメッセージいただければと思います。この動画は4月に入って撮影してますけども、不動産のマーケットかなり動きが出てきます。それは必ずしもいい動きじゃないとこもあれば、悪い動きもあったりとか、局地的にエリアごとに、マンションごとに、競合物件ごとに変わってきたりするので、売却したいなと思ったら、決めてなかったとしても一回ご相談いただいて、今どんな状況ですかとか、さっき訪問査定で話しましたけど、別に訪問査定じゃなかったとしても、当社でやるとね、ズームでやり取りしてるので、いきなり人を呼ぶの嫌だっていうことであれば、ズームとかでやり取りしてもらってっていうことでもいいかなと思います、ね、まずはいろいろとお問い合わせいただけたらなと思ってます。ありがとうございます、はい、何か質問や感想などありましたら、ぜひコメント欄をお聞きいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。